よろしくお願いします。あります。浅原さんの本とかですね、いろんなドキュメンタリーを見ていて、高校生くらいからですね、浅原さんのことをすごく見させていただいていて、会ったら絶対に伺ってみたいなと思ったことがあったので、20年ぶりくらいの思いなんですけども、筋トレをすることとか体をでかくすることがすごく正義だというふうに思っていて、怪我をで悩んでたんですね。でもその時に多分しか浅原さんが確かドイツだったような気がするんですけども、トレーニングに行かれて、そのデータとか科学とかそういったものを取り入れておられる、日本の中ではパイオニアのような存在なんじゃないかなというふうに思っていて、どうしてそのトレーニングにデータや科学とかそういったものを用いようと思ったのかっていうことが1点と、もう1つは海外にですね、その頃出ていくってなかなかなことなんじゃないかなというふうに思っていて、その辺のお話をちょっと伺えればなというふうに思いますけども。その当時ってなかなかその海外で成功してる選手って陸上選手では少なくて、私の先輩杉本達夫さんっていう方がちょうどドイツに留学をしていました。で、私もまあなぜドイツかっていうと、まあ、そういうコネクションがドイツかアメリカぐらいしかなかったということで、それでまあドイツに行くことになってるんですけど、まあ行って驚いたことが、やはり日本では当時全然主流じゃなかったトレーニングを行ってたっていうことだったんですね。例えばコーディネーショントレーニングです。今でこそ本当にいろんな流派があって、いろんな方がまあ取り入れるトレーニング方法だと思うんですけど、私が行った1995年ぐらい、まだ日本にはコーディネーションっていう言葉もなかなか普通のスポーツ選手には入ってきてないような状況で、まあ、ドイツに行くと練習前に、まあ、いろんな体の動かし方をやってから、まあ、ドリルとかもすごく面白い、腕回しながら足3拍子で動かすとか、なんかそういう体の基礎的な使い方をやってから本練習に入るとか、さらには体幹トレーニングですね、スタビライゼーションっていう、日本ってまだ筋トレはやってましたけど、その体幹を鍛えるっていう発想があんまりまだなくてですね。で、私自身も背筋とか腹筋とか横とか足とか腕じゃないところを鍛えていって、これどうなんだろうって初め思ってたんですけど、2、3年後には日本にもう普通にあの体幹トレーニングとして入ってきてたというのもあって、新しい学びというのが結構ありましたね。で、ウェットトレーニングっていうのも、まあこれはでも日本でもいろいろ工夫してやってたとは思うんですけど、僕の考えでは重いものを上げるとスピードが落ちるっていう日本のまあ常識だったので、試合前には必ずあのウェイトトレーニングは抜いて練習をすると、前日とかはもうウェイトトレーニングはやっちゃいけないっていう教えを僕はあの守ってずっとやってたんですけど、まあ、ドイツに行ってからは調整方法とかも変わってきてて、で、前日に本当にスナッチしたり、結構重たいのをあの1回とか2回とか出力のバロメーターを自分で測って、で試合出るとか、まあ、そういうのが当たり前になって、初めはまあ疑ってかかってたんですけど、まあ、そんなことやっても全然スピード落ちないですし、まあ、そういうあの常識的なところがあの覆ったっていうのは結構ありましたね。浅原さん の, あの書籍とかいろいろ拝見させていただいて、共通されてるなと思ったのが、その体のセンサーみたいなところに対してすごく敏感になっていって、どっかパーツっていうよりは全体をこう鍛えていこうっていう、すごく僕も共感できるところだったんですけども、そういったものもやっぱりこうドイツに行かれた経験から着想されたっていうか、もともとやっぱり感覚的なことっていうのを一番大事にしてるので、そこがずれるっていうのが一番あのダメだと思ってるんですよね。あのウェイトトレーニングでいくら筋肉がついて出力が上がっても、その感覚的なところが狂ってると、やっぱり体全体をコーディネーションじゃないんですけど調和させて動かすっていう意味ではやっぱりダメだと思うんですよね。今自分がどういう感覚でこういう動きをしてこれぐらいのパフォーマンスが出てるっていうのをいつも把握してる状況っていうのが僕にとっては大事なことなんですよ。まあ、中学校は僕ハンドボールやってたんですけど、
高校陸上始めて、で徐々に強くなってきたんですけど、まだまだ自分がどういう感覚を研ぎ澄ましたらどんな走りになるかなんて全然分かってなかったんですけど、それが大学終わって、まあ、社会人になってドイツ行くぐらいの時にはまあまあこういう感覚の時が自分がいい感覚だっていうのが、まあ、徐々に分かってきたと、まあ、そこを起点にいろんなこう試行錯誤ができるわけなんですね。それがないと、まあ、ウェイトトレーニングしたり新しい、ね、トレーニングに手を出してなんかわけわかんなくなっちゃうってことになると思うんですけど、その感覚さえ掴んでればダメだったらやめればいいし元に戻せばいいっていうだけなので、まずそこが狂わないようにすると、うん、その感覚を身につけていくっていうことに あたって浅原さんがなんかこう大切にされていることとかっていうのはありますか？いっぱいありすぎてね、いろんなところに意識を置くっていうことなんですよ。まずはじゃないと何が自分にとって良くて何が自分にとって悪いかってわからないので、まずいろんなところを試し試しやっていくと、まあ、落としどころがあって、とりあえず今分かってる段階でそこが一番自分がいい感覚でできてるんじゃないかっていうところに落ち着くんですよ、はい、ただそれがその一番いいかっていうとまだ分かんないですね。その年齢で今のその筋力で今の知識でまあそれが一番いいんじゃないかって自分が思ってるだけなんですけど、だからそれをまあ堅くなに守るんじゃなくて、まあ、またいろいろトレーニングとか違う感覚でやったりいろんなことしながら、まあ、年齢に合わせたり自分の出力に合わせたりってことで、まあ、ずっとこう変動はしてるんですけど、ただその日のその現状こうだっていうのは必ずまあメモしてたり自分が把握している状態にはしてました。例えば今の状況がわからないのに1ヶ月後の日本選手権で勝つなんてことはちょっと考えられないんですよね。今日の自分を次の日に引き継いで、でその次の日の自分をその次の日に引き継いでっていうことをやらないと、オリンピック選考会の当日に自分がどうなのかっていうのが分かんない状態で走るっていうのは僕自身はすごく不安なので、そういうことはしないです。だからそれは多分選手にもよると思うんですけど、なんか自分の感覚に合った効率のいい動きっていうわけじゃないですけど、そんなものを探っていって見つけていって、はい、いうようなことでしょうかね。そうです、そうです。何が効率がいいかっていうと、やっぱりエネルギー効率がいいってことですよね。速いスピードで短いリカバリーで何本もいけるっていうのが一番やっぱりいいんですよ。シーズン中はそんな何本も行く必要なくて、オリンピックでは僕らの時は1次予選、2次予選、準決勝、決勝ということで、最高でも4本。で、日本選手権とかでもまあ3本走ればいいということなので、シーズン中は3本質のいい速さで走れて、で、それが一本一本速ければ、これ効率がいいってことなんですよね。だからそういう考えで、まあ1日1日の練習で、こういう練習したら体が最後まで持つというか元気で走れるとか、まあ、そういうテクニックであったり感覚っていうのを探っていくっていう、そういう作業ですね。それは何でもそうです。走るのもそうだし、まあ、ウェイトトレーニングでもそうだし、エネルギー効率っていうお話の中でこれ僕らもリハビリする中で一番大事になってくるのが、まあ、可動域とかってことよりはエネルギー効率なのかなっていうふうにいつも思っていまして、要するにその効率が悪いことでどこかがこう バグってしまって怪我をするっていうような考え方を僕らもするんですけども、エネルギーの効率を上げるってことにあたっていろんな考え方があったと思うんですけども、今までどういうふうにですねこう考え方が変わって いってるのかっていうようなところを何かこう教えていただけたらなというふうに思うんですけども、いろんな局面があると思うんですけど、例えば 100m のレースでいうとこれはエネルギーの勝負だと思ってて、僕もまあ日本人の中では体型も恵まれてる方だと思うんですけど、やはりジャマイカ人とかアメリカ人のごついやつらに比べるとそもそも持ってるエネルギーがちっちゃいんですよ。
そういう意味ではもうスタート失敗するともうそれだけでエネルギーをロスして後半全然戦えないんですよね。だからまあ僕が勝負するとすると本当にミスなく加速してミスなく予選準決勝に上がっていくっていうことをしないと彼らには太刀打ちできないという、まあ、そういうあのエネルギー効率っていう考え方が一つあります。今の選手がなんであんな速いかっていうとゼロからスタートダッシュですよね。あのスタートブロックから最高速まで持っていくそのスムーズさというか効率の良さが昔の選手と比べてダントツに上手ですよね。だから僕が今エネルギーが有り余ってた20代前半ぐらいの時、あの引退する頃のそういう考え方とか知識とかがあったら多分もっと楽に 100m 走れてたんじゃないかって思うんですよ。だからそういう意味では技術的なことっていうのが一つ言えることです。で練習のやり方もいろんなあのアプローチがあって、で世界でいろんな練習が流行ってて、でもちろんウェイトトレーニングもそうですし走るトレーニングとかもそうなんですけど、僕はもうありとあらゆることやりましたけど、結局はやっぱり質のいいトレーニングをたくさんできた人がやっぱ強いです。だからスレツグ選手がパリで200で銅メダル取った時っていうのはめちゃくちゃ速いスピードで、休みもレストもめちゃくちゃ短くて、もう半端ない本数を冬場やってたんですよ。そういうことができるっていうことは強い証なんですよね。それがまあ年取ってくるとあんまり本数走れなくなるので、それをまあ体幹トレーニングとかウェイトトレーニングとか出力で埋めたり、力の漏れがないような技術を使うとか。データ見ますと大体この大きい怪我って1回10代から20代前半ぐらいにするっていうのが、まあ、僕らも現場に立っていてそんな感じがしております。エネルギーの効率っていうものをコーチや監督も選手たちも求めてるんだと思うんですけども、多分その練習法とか何かが一つの型にはまってるとか、何かをこなすってことが目的になった時に怪我をするのかなというような感覚があって、浅原さんの書籍の中にもあった通り、そのフォームを決めて走るというよりはでっかい体を効率よく動かしていくっていう、その結果こうフォームが生まれるんだっていうようなことを書かれて、僕はすごくそれがリハビリの現場で自分が悩んでいたこととしっくりあったんですよね。こうしたらいいんだって やってた時はなかなか結果が出なかったんですけども、患者さんの感覚とかそういったものを求めていこうというトレーニングに切り替えた時、怪我の再発がなかったりとか、いろんなこう良い結果が生まれてきたということがあるんですね。なかなかその浅原さんのような考え方をお持ちのコーチっていうものに、僕もこの20年ぐらいリハビリの現場にいますけども、なかなか出会ったことがないなというような感覚をちょっと持っていて、医療従事者の方々も結局怪我を繰り返してしまう選手とかを見ていた時にどうしていいんだろうかっていうことを考えていると思うんですが、子どもたちにもし浅原さんが声をかけるとすれば、どんなふうに声を かけるのかなとか、どんなことをした方がいいよとか、こういうことはしない方がいいよとか、なんかそんなアドバイスをちょっといただければと思うんですけども。子どもっていうとまだ体がどんどん成長してて、あの使い方も定まってないし筋力もないじゃないですか。プロの選手みたいにあのこんな走り方をした方がいいってやるのは僕は危険だと思ってて、僕らですらマイケル・ジョンソンとかめちゃくちゃ速かったんですけど、あんな人の真似をしても速く走れないんですよ。要は体の形とか使い方が全く違うので、その真似をして自分の体との使い方とか気持ちよさが全然違うっていうのを感じるっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、まるでマイケル・ジョンソンのように走ろうぜっていうのはちょっと違うと思うんですよ。だからそれと一緒で子供たちにウサイン・ボルトみたいに走れっていうのはちょっと酷な話で、最近あの僕の息子が今中3でね、夏休みの間にあのめちゃくちゃでかくなったんですよ。身長が伸びたんですよ。それまでずっと内股で歩いてたんですよね。小学校の時から走るの好きだったんで、たまに見てたりしてたんですけど、その内股だけ気になってたんで、あまりにも内股だったんで、ちょっとまっすぐした方がいいんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、これ成長期なんでね、
無理やり直していいものかどうか、こんなところで変に触ってなんか怪我したり、なんか変な癖がついても嫌だなと思ってしばらくほっといたんですよ。で、最近めちゃくちゃでかくなった息子をいろいろ話してみたら、内股が治ってて、母子球でちゃんと蹴れるようになったっていう話を。そういう意味では本当に成長期ってすごく難しいと思います。かといってね、本当にほったらかしでなんかめちゃくちゃ変な癖が抜けずにそのまんま、なんか逆に大人になってもその形が競技に合わなくて怪我をするっていうパターンもあると思うので、これは本当に指導者は気をつけないといけないところかなっていうふうに思いますね。小学生に関してはとにかくいろんな感覚を身につけるっていうことを大事にしています。言葉で言っても分かんないので、どっか道具を使わしたり、どっかに何か置いたりして、こういう時にはこうなるとか、僕たちがこういう走り方してほしいなと思ったらそうなるように工夫をするとかしてます。感覚なんて言葉では説明できないじゃないですか。子どもたちが違いをこう感じると、1本目はこうやって何もなしでいって、2本目はこうやっていって、1本目と2本目の違いは何だろうってことを体で感じたり、それができるようになるっていうことだけでもまあいいと思うんですよ。それがなければ、そこから言語化されていって、で中学校高校で指導者にここがこうなってるからこうしろって多分言われると思うんですけど、そういうなんか感覚がない子供にこうしろって言われても、何がどうなってどうなってんだよ、どうしろって言うんだよってなると思うんですよ。だからまずは体の研ぎ澄まされたセンサーっていうのを起こしたいなっていうのが僕の考えです。確かに、このよくビデオで撮った自分と実際の頭の中で感覚でイメージできている自分とにかなり誤差があってとかっていうので、がっかりするってことは多いなと思うんですけど、この間アスアスラボでご一緒させていただいたときに、背中の柔らかさってことに注目されて、背骨ですかの柔らかさ、ああそうですね、思うんですけども、ぜひその辺のこの背骨を動かす重要性とか教えていただければなと思うんですけども、もう本当に基礎的なところなので、やっぱり末端よりは体幹というか背骨というか、その辺が自由にまず動けるようになって、で徐々に末端に広がっていくっていう、だからストレッチとかもやっぱりお体の中心から外側に向かってやった方がいいって言われるじゃないですか。体幹のところを意識するところがすごくまずは大事かなと思います。まあ鍛えればいいっていうもんじゃないと思うんですよね。だからもちろん腹筋背筋とか、その体幹が走ってる時とか衝撃によって潰れないように強くする筋力をつけるっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、同時にやっぱりしなやかではないといけないなっていうのもあって、体が弛緩と収縮を繰り返して人は動いてると思うんですけど、それがうまく操れたら一番いいなと思います。なかなかその弛緩するっていうかリラックスするところが難しくて怪我するなっていう感覚があるんですけども、浅原さんの中でこう弛緩と収縮のその感覚っていうものっていうのは、具体的な方法とかっていうものはありますか？シンプルに言うと、まあ走るっていうことは地面についてる瞬間と、あともうほとんど浮いてるじゃないですか、はい、だから浮いてるときは弛緩してるってことなんですよ。地面についてるときはオン状態で力が入ってるってことですよね、潰れないように。だからそれの繰り返しだと思うので、そこが鮮やかに切り替わらないとものすごくエネルギーを失ってしまってすぐバテちゃうんですよね。だからアサファ・パウエル選手って元世界記録保持者、ジャマイカからねいたと思うんですけど、彼がなぜオリンピック等々で活躍できなかったかっていうと、多分緊張とかいろんなことあったと思うんですけど、ものすごい力があって予選とかはその弛緩と収縮がめちゃくちゃうまくいくんですよ。パワーもあるしエネルギーもすごいので、それが本当にオンとオフが鮮やかに切り替わってる時はめちゃくちゃ早いんですけど、もう決勝とかになるともう本当にアクセルとブレーキを同時に踏みながら走ってるんで最後バテちゃうんですよね。どんな選手でも
スピードロスしちゃいますよね。だから空間にいるときっていうのが唯一力が抜けるところなので、まあ、ジャンプ系とかっていうのは結構空中に浮いてる時間が長いので、すごく感じやすいところだと思います。たまになんかバウンディングしててもすごい空中で力入ってるなみたいな、そういった場合ってどんな声掛けをするとかイメージを。いや、まだ力入ってるかどうかもう分かってないかもしれないんで、それをまず力入ってる状態ってどんなのかとか、抜けてる状態ってどんなのかっていうのはちゃんと分かってもらうといいと思いますね。朝原さんといえばなんかこう朝原ノートみたいな感じで有名じゃないかなというふうに思うんですけども、ご自分で記録をつけて ご自分のデータを持って、でそれを振り返ってくるとなんかこう良い感覚みたいのを思い出すんだよっていうような、本の中でも結構なスペースを割いて紹介されてるっていうふうに感じるんですけども、ぜひその辺の重要性とか必要性を教えていただければなと思います。やっぱり人間は生物なんで、今の状態っていうのが感覚も含めて自分の基礎となるものかどうかっていうのはすごく曖昧なんですよ。例えばヨーロッパ遠征とか行くと移動がめちゃくちゃ長いじゃないですか。だからその移動の間になんか体がおかしくなっちゃうこと、まあ、出発前にどんな感覚で何をしてたかっていうのをもう一度おさらいするとか、何を考えてその時やってたかとか、どんなことを意識してたかとか、こういう時はこういう意識でやってるとかっていうのを書き留めておくとすごく参考になります。最近の脳科学の研究でも結構こう記録を取っていくことで自分を安定させてリラックスできるみたいなことがあって、これからの選手にアドバイスをしていこうかなっていうのが、やっぱり怪我する子って自分の持ってる データがよく分かってないっていうのが多いなって感じ がしていて、うん、言葉で表すのがすごくやっぱ難しい。その辺はセンスがいると思うんですよ。言語ってっていうのも自分がどう書き留めて、それがどう次の日とか振り返って見てみて自分がどう感じるかとかっていうのはすごく大事だと思うんですよね。これからの時代はウェアラブルとかいろんなことが発達するので、なんかそういう指標を作れたらいいですね、うん、一番ね、変化が見れたり、いい時はこういうことになっているっていうのがまあ、分かれば選手たちはすごく参考になると思います。感覚っていうのは多分こう数値化しづらくて自分自身が信頼できるものなのかもしれないなというふうに今思いました。浅原さんにですね、皆さんからご質問をいただいてまして、小学校4年生の子から陸上チームに所属し長距離走をやっています。大会ではもう2位や3位で一度も優勝したことがありません。優勝するために、勝つためには何か秘訣がありますかっていうことなんですけど。なるほど、はい、勝ちたいんだね。勝ちたいみたいです。いろいろ方法あると思うんですよ。僕あんまり小学校の時にやらせるの嫌なんですけど、まあ一つ目はめちゃくちゃ練習するってことですよね。頑張ってね。で、もう一つは、はい、うちの息子のように時を待つってことですよ。あ、なるほどですね、はい、自分の成長とか伸びる時が必ず子供の時って来るんで、はい、その時までなんか無理をせずに楽しんで続けておくっていうチャンスは必ず来ると思うんですよ、はい、小学校だったら中学校ぐらいまでは来ると思うんですよ。そこから先はさらに、まあ、いろんな要素が加わってきて難しくなってくると思うんですけど、まあ、練習を見直すってことですね、はい、これまでやってきたことが本当にいいのかどうか、ただ単に走ってるだけでは伸びなかったんだったらやっぱ違うことしないといけないと思うし、あとはなんかモチベーションですよね。モチベーションが続かないとダメだと思うので、なんか自分が飽きないように工夫をするっていうの難しいですけど、別に走るタイムだけじゃなくて、ここはこんな強くなってるとか、ここは変わったっていうのをこう自分の成長を感じるっていうのはすごくモチベーションにつながるんですよね。それを感じるような工夫をするべきだと思います。朝原さんの現役続けておられた時のモチベーションって何だったんですか？36でも
アプローチを変えたり、あ、まだ自分がこんな風にやればこういう結果が出るのかとか、こういう値がまた出るのかとか、まあ、そういう自分に対しての可能性とか成長を感じるときってやっぱりモチベーションにつながるんですよね。でもう一つは目的をね、うまくすり替えるんですよ。 目標を、まあ、36歳で 100m でメダルを取るっていうのは不可能って僕も分かってましたってそんなところに目標は持たないんですよ。あんなバケモンと戦って36歳のラウンドを踏んでいけない人が勝てるわけないって思うじゃないですか。目標 100m のファイナリストとか、まあ、リレーのメダルとか、36で誰も踏み入れたことのなかった領域に行くっていう自分だけの、まあ、特別な目標っていうのが設定できるんですよね。まあ、それさえちゃんと自分で納得できるものがあればモチベーションになると思います。これも多分子供からの質問なんですけど、浅原さんは小さい頃から、はい、足が速かったですかっていう。おお、そうですね、まあまあ速かったですね、やっぱね。そうす、小学校 6年生で 50m7秒6 とかって言ってもね、分かんないですよ、先生の測ったタイムなんて当てにならないですけどね。ちょっとここからまたマニアック な質問があったので。お、いいですね。海外の陸上選手は大腿四頭筋やハムストリングスより三角筋や腕周りが太い印象がありましたと。日本人は腕周りより太ももの筋肉が太い印象でした。この違いについて浅原さんの、うん、お考えはありますかみたいな。今のスプリンターだったら多田選手とかもうガリガリに見えますもんね、他のスプリンターに比べるとね。上半身は結構細いかもしれないですね、日本人ね。ただ鍛えようと思ったら多分鍛えれると思うんですけど、まあ黒人選手のあそこまではいかないですよね、なかなかね。僕も頑張ってウェイトをやってましたけど、三角筋があんなにでかくはならないです。ならないし、三角筋がそこまで走んのに重要かって言われるとちょっとわかんないんですよね。つくんじゃないですかね、彼らは。よく日本人でウェイトやりすぎてスピードが落ちちゃう人いるんですよ。まあウェイトの仕方とかいろいろね考えないといけないと思うんですけど、黒人が速くなるときって大概体がでかくなるんですよ、全体的に。筋繊維の縦の形状というか、結構日本人ってふくらはぎ太いじゃないですか、ね、あれを結構斜め方向に筋繊維がいってるから、鍛えれば鍛えるほど太くなるんですけど、黒人選手とかケニアの長距離の選手って棒みたいな、キャプテンクックみたいな足してるじゃないですか、はい、あれも筋繊維がもうまっすぐ縦に流れてるんですよね、うん、だからものすごい鍛えてるんですけど、ふくらはぎは太くならないんですよ。筋繊維が違うっていうのもあると思います。54歳でまだ走ってらっしゃる方のようなんですけども、54歳でも、これからタイムをの、はい、伸ばしていくために必要なトレーニングは何でしょうかという。伸ばすっていうのは自己ベスト、自己ベスト出したいんでしょうかね、多分そんな感じ、うん、どんな状況なのかがちょっと分かんないんで、54歳だけど50歳から始めてますとかだったら全然チャンスあると思うんですけど、ずっとやり続けてて徐々に記録が落ちてきてますってなって、もう一回上げるっていうのは本当にもう一回体作り直してすごい練習量、これまでとはちょっと違う練習方法と練習量やらないとなかなか伸びないんじゃないかなとは思いますけど、なぜかというとやっぱり僕も今年50歳なんですけど、もう40超えてくると筋肉がどんどん落ちますよね、本当にほっといたら。ただでさえ毎年毎年筋力が落ちてきますんでね、で50で超えるとそれがさらに加速すると思うんで、それに追っつくように練習しようと思うと、で54歳だったら多分仕事とかも忙しいと思いますし、
時間取るのも難しくなってきて、もうよっぽどなんかそれにかけないと。武井壮さんとかすげえいつも頑張ってるなと思って、まあただタイムはどんどん落ちてるじゃないですかね。目標は先ほどおっしゃったすり替えるじゃないですけど、いろんなこう自分の可能性を探ってみるっていうのもいいことなんでしょうかね。そうですね。まあでも僕も今マスターズで走ってるんですけど、時間取るのが難しいし、うん、そもそも体力ないんで、追い込んだとしてもリカバリーが時間かかってどんどん練習するというのが無理なんですよ時間あったとしてもなかなかそれに対応するのが難しいっていう。ごめんなさい、もう一人 小学生のなんですけども、100メートル走で後半にの伸びを出すためにはどのようなトレーニングがいいですかっていうような。おー、いいっすね。後半伸びたいんだ。伸ばしたいみたいですそらそうですよね。まあ一つはですね、テクニックの問題で、前半、まあこれさっき僕のエネルギー論なんですけど、結局100メートル走りきるエネルギーをどこで使うかっていうことなんですよね。だからスタートの技術が全くなくて、もうエネルギーダダ漏れでスタートダッシュしてたら後半遅くなるのは当たり前なんですよ。なので前半をいかにうまく走るかっていうことで後半が伸びるっていう。でもう一つは全体の自分のエネルギーを大きくするってことです。まあ練習量を増やして、まあ、筋力が増えますので、それだけエネルギーが増えて後半も強いになるっていう。だから一番いいのは自分が持ってるエネルギーが大きくなって、で前半からうまく効率が走れるっていうのが一番いいですね。だから後半だけ鍛えて速くなるってことはありえないんで。足を上げるときにはどんなイメージなんですかっていうのがすごく多い質問だったんですよ。どういう足をどうやって上げるかっていうか、足は上がってくるんですよね、勝手に、はい、本来は。どんな時に上がってくるかっていうと、ベストな形とタイミングがあるんですよ、足がつくとき。こう足がついたときにね、ここの足が遅れてしまっている人がいると、そこから足を上げてくるっていうのはすごく難しいですよ。ついた瞬間に決まってるんですよね、もうスピードが出るかどうかっていうのは。足をつくタイミングとついた形ですね、はい、片足がついた、で反対足がどこに来てるかっていうのはまず自分でチェックして、それが後ろの方に残ってるんだったらちょっと遅れてるっていうふうに考えた方がいいです。でそれの連続なんですよ、走りってね。でそれが毎回同じように前の方に戻ってきたら足が毎回転になるんで、まあいいです。その回転的にはね、ただそんな簡単な話じゃなくて、どこで受けるかっていう、このついたこの力をどこで受けるかっていうこともあるんですよね。ついた力を推進力に変えないといけないんですけど、やっぱり足首、膝、骨盤、力が漏れないようにしないといけないじゃないですか。体幹って日頃から言われてるのはそこなんですよ。そこが足首とか膝が崩れてたり、骨盤がぐにゃってその時になったりすると、地面からの反発を得れないっていうことに、足も流れてるってなると、ついた時に推進力を得れてないってことになります。楽な感覚ってものをいかに自分の中で作っていく練習をするかみたいな、スプリンターもそうだし、こういろんな競技にとっては走ることは大事だと思うんですけど、楽な感覚っていうか自分の感覚をトレーニングされていくってことがやっぱり大切ということで。でもそれをしようと思うと、まあ、筋力とかももちろん必要ですので、効率だけを考えて効率のいい練習ばっかりやってても効率は生まれないっていうそういう矛盾はありますけど最後に朝倉さんからできれば皆さんに何か一言いただければ。僕自身もやっぱり知らないこととかが出てきて、それを教えてもらったりして、知識が増えた時ってすごく嬉しかったり、これから生活に生かせるような新しい
こととかって結構あるじゃないですか。だからそういうのも見つけていくのも楽しいと思うんで、まあ、皆さんもそういう充実した情報とか生活を楽しんでもらいたいなと思います。ありがとうございました。